はい、皆さんお久しぶりです、エルトラックモデルプレイヤーの高畑圭介です。そして、岩手に来ましてですね、 今岩手ですね、絶賛8月なんですけど、20度でございます、ちょっと寒いですよね。まあこれで37度、今20度、高低差耳気になるわってやつですよね。はい、今回この話はやめてですね、今日はですね、パスの大切さということで、まあ、最初に喋らせてもらうのはパスっていうのはやっぱりこうシュートをどんだけいいシュートを打つのも、どんだけいいチームのバスケを作るのにもパスがないとそれできないです。なのでやっぱりこうただパス投げるだけじゃなくて、やっぱりシュートを打つときもこうどこに相手の、ね、こういいとこに出すかとか、相手のディフェンスを見てやっぱいいパス出さないとその人はいいシュート打てないので、パスっていうのは本当にこうチームの一番大事なところというか、キーとかで言ったら根っこのとこっていう感じですね。ドリブルとかその技術じゃなくて、やっぱりパスがあるからチームで やれるということなので、パスっていうのは本当に基本的にすごい大事なことなので、どんなパスでも、ね、練習してほしいなと思います。で、まあ、基本的に新平拓海選手に来てもらいました。はい、で新平拓海選手と一緒にやるんですけど、パスは基本的に、まあ、チェストパスとかバウンドパス何でもいいです。何でもいいですけど、とりあえず強く掘ること、パワー強く掘ること、パワーで強く掘ることで、相手の、手出すみたいな、相手が欲しいところにしっかり出す、パワー相手に出すこと、パワーこの強く出すことと、その相手の欲しいところに出すということを意識してほしいというのはいつもそうです。それはどんな時でもやっぱりドリブルしながらでも、バウンドパスでもしっかり出せるように、いいところに出せるように、右手でも左手でも出せるようにっていうのは、やっぱり今のこの現代のバスケットでは、ただシュートが入るだけとか、ただドリブルができるだけっていうのよりも、やっぱりピックアンドロールをしたり、できる人の方が本当にこう重宝されるので、オリンピック見てもらったと思うんですけど、やっぱりドリブルつけてシュートも出てパスもできるっていうのが一番いいと思います。なんでかというと、そいつがいることでバスケットが回ります。なので、相手に欲しいところにパスを掘れる、それは両手でも片手でもできるようになってほしいなと思います。これ重要性が分かってくれたかなと思うんですけど、一応メニューとしてはパスは何でもいいと思います。先ほどはチェストパスでもいいし、ドリブルからで何でもいいと思います。なのでそれを、練習中からやってほしいなと思います。で、もし例えばシチュエーションを作りたかったら、相手の中にディフェンスを置いたり、椅子を置いて、椅子を2つ置いてね、真ん中を通すとか、ここに椅子があると思ってその間をこう通したり、例えばこう動きながら通したりっていう、今は相手の胸にパスしてるんですけど、ここに椅子が置いてあって2つ置いたとして、椅子の真ん中に地面に落とすようにするっていうイメージをした上で、相手に胸にパスするっていうこととかも、練習方法としてはあります。でやっぱりこういうことをすると、自分が実践に生きてくるので、ぜひいろんなパスの練習をしてほしいなと思います。で、その重要なのが、強さで正確さが重要だと思います。で、先ほどと思うんですけど、いいシュートを打つためには、チームでいいシュート勝つためのシュートを打つためには絶対いいパスが必要です。なのでそのいいパスを出せるようにみんな意識してほしいなと思います。はい、今日はちょっと実践というよりも言葉の方だったと思うんですけど、ぜひやってみてください。よろしくお願いします。ありがとうございました。